特徴ある企業や商品サービスを探し出すビジネスのヒゲのコーナーです。お店のおじちゃんが先生に、商店街の新たな取り組みです。大和市中央林間にあるエステティックサロンチャーム。気持ちよさそうなマッサージが行われていますが、実はこれ現在大和市内の商店街で開催されているイベントの一環なんです。大和得する町のゼミナール、町ゼミはお店が無料の講座を開いてプロの技術や知識を学べるイベント。商品の販売や勧誘をしてはいけません。お店にとっても大きなメリットがあるそうです。ここを知っていただくっていうことがやっぱり一番大事なので、それがすごく難しくって、特にエステってやっぱりなんかこう来にくいイメージがあるみたいなので、こうやって無料でって中に入っていただいて、こういうお店だよっていうお知らせをさせていただくっていうのがすごくメリットがありますね。主催するのは大和商工会議所。大きな危機感の中、愛知県岡崎市から始まった町ゼミの仕組みを取り入れたそうです。個展さんがですね、小型店さんに対抗するためには、やっぱその店主さんの人の魅力だったりとか、お客様とのコミュニケーションの場だったりとか、そういったところをやっぱ強調しなきゃいけないなというのがございまして、で、まあ、今回の町ゼミも、大和人に会いに行くということで、その人ですね、人にまあクローズアップを今しております。こちらは南林間にある持ち帰り寿司ともえ。講座の内容はお寿司屋さんのかんぴょうの煮方。プロならではの技を丁寧に学べます。初めてお店を訪れたというお客さんは、なんかすごく親切にしていただいて、なんか無料で教えていただいて教えていただいた、本当になんか申し訳ない、ありがとう、今度お寿司買わせていただきます。お店側に町ゼミの効果を聞いてみると、お客さんと直接コミュニケーションを取れる場っていうのは、本当この町ゼミは貴重な機会だと思いますので、前回の講習の方も3日後にまた買いに来ていただいたり、それでもうちょっと作り方わかんないんだけどってもう一回質問しに来てくれたりっていうのもありましたんで、そうやってね、気軽に立ち寄っていただけると嬉しいですよね。すぐに会いに行ける魅力的な商店街。これからの町ゼミとは、最終的には町ゼミに参加する皆さんがそれぞれ自主的にですね、地域ごとに町ゼミを開催できるところまで行けば、商工会議所としては成功かなと思っております。町ゼミ面白い取り組みですね。いや、私これは本当にいいと思います。どんなところが、いろいろもう寂れた商店街とかシャッター商店街っていうのは本当に社会問題になってて、私も散々見てきたんですね、いろいろなところを、でかわいそうな存在だっていうふうな扱われ方をしてるんですけれども、でも実態を見るとですよ、もう車がね、社会になってきて、駐車場がないから来れないんだっつって駐車場つけてもらう、補助金がつくって言って、やっぱり散々手厚くされてきたんですよね。でもやっぱり何かのせいにしてるわけですよ、人が来ないのを。でももう人揃えしてで、いよいよっていう時にやっぱり店主が本気にならなかったら、お店なんて良くならないし、お客さんも来ないわけですよ。ようやくなんかそういう本当のね、本質的なところに私は近づいてきたなっていうふうに、この現象を見ていて、で、まあ、闇雲にね、物を売るって言ってもしょうがないから、まずは商店街に人を来てもらう、人に来てもらうっていうところで初めて、まあ、店主が本気になってね、お客さんと向き合ってサービスなり商品なりっていうことを教えながら、こうなんでしょうね、コミュニケーションを取って、そう、信頼関係をまあ取り返して、商店街に再びね、人の流れができるように、まあ仕向けていくと、これですよ。